はい、えー、それでは11月3日の3問に入る前に、えー、本日は数年前に宅検合格された方から、えー、いただいたメールをご紹介いたします。えー、この方はですね、えー、大手の予備校に通っていて、まあ、その後、弊社の個別指導に受講していただいて、でその後、宅、え、検、ー、に合格したとい、まあ、った方です。 まあ、その方からのアドバイスといった感じです予備校や塾を活用または宅見講座を受講しようと思っている方への注意事項ですえ講座選びは慎重にという内容です決して安くない受講料と通う時間を考えてみましょう予備校選びを間違うと後で必ず後悔します私私っていうのは、まあ、この合格者の方ですね私のえ勝手な基準ですが講師との相性はとても大事です 講師で予備校や塾を選ぶとといいうススタンスも私はありだと思っています。そして講師を選ぶ基準として親身に対応してくれるか分かりやすい講義か過去問分析はしているか教材は分かりやすいか上記の視点を持っていろいろな予備校塾達見講座の案内等をネットで情報収集したり資料を取り寄せてみることをお勧めしますそして講師で選ぶことも大切なことをお伝えいたしました もちろん予備校の知名度、良質な教材も予備校選びに大事な要素となるでしょう。ただ、私個人が思うことは、上記を活かすか否かは講師次第だと思うのです。講師が講義を適当にしていたらどうでしょう。質問にも一切答えてくれなかったらどうでしょう。卓剣士試験に合格できない知識レベルの講師だったらどうでしょう。受験生を合格させる意欲が全くない講師だったらどうでしょう。などなど。 かなり極端な例ですが、このような場合、予備校の知名度、良質な教材は崩れ落ちます。従って皆さんにも本気で予備校塾、講座選びをしていただきたいと思います。来年の宅建試験日まで、これからどこで勉強していくか、もう今この時から勉強は始まっています。という内容でした。 なかなか深い内容ですね。まあ、実際この方は、ま、予備校にも通ったし、まあ、弊社の、個別指導にも通ったということもあって、まあ、いろんなところを体験しているっていうことが一つのバックグラウンドになって、このようなメールをいただけたのだと思います。なのでね、まあ、一つ参考にしていただければと思います。では本日の3問に入ります。代理ですね。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合について、A が破産手続き開始の決定を受けていると、 これを理由に B の代理権は消滅する。丸かツかという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、今回の問題は、A が B に代理権を授与してなので、A が本人で B が代理人ですね。で、本人が破産手続きの開始決定を受けたと。で、この場合 B の代理権は消滅するかという内容なんですね。 で答えは代理権は消滅するので丸になります任意代理の場合え本人の破産手続き開始の決定によりえ代理権は消滅します一方法廷代理の場合本人が破産手続き開始決定が出ても代理権は消滅しませんで法廷代理の場合っていうのは本人が制限行為能力者の場合なんですよね例えばえ本人が未成年者であって法廷代理人が親だったりまあそんな場合ですね でこんな場合っていうのはで、その制限行為能力者である本人が破産したからといって、まあ、法廷代理人がいなくなったら、これ困りますよね。つまり、未成年者が破産した場合、親の法廷代理人としての、まあ、代理権が消滅したら、本人の未成年者は困るわけなんですよ。だから代理権は消滅しないっていうふうなルールにしてるんですね。で、これ一方で、これ任意代理の場合はそうじゃないよと。本人が破産したらそれ代理権消滅しますよっていうふうになってます。 で、今回の問題文でいくと、これ任意代理なんですね。A さんが未成年者だったり、まあ、成年非後見人のような制限行為能力者ではないですよね。そういった記述は書いてありませんので、そうではないと。つまり、ま、任意代理。A が A の意思に基づいて B さんに代理権を与えているのに任意代理。だから、こちらの上のこのルールですね。これが適用されて、本人 A が破産したら、B さんの代理権は消滅するよと。まあ、従ってこれ丸になるというふうになります。 でこれ昨日も言ったんですけども、考え方が分かるとあなたがお持ちの、まあ、テキストに書かれている表とかを覚えなかったとしてもその表が書けるようになるんですね、まあ、今回一部ですね、あの理解の仕方をお伝えしましたそれが制限行為能力者こっちの場合ですね、法廷代理の場合ですね。こっちについてはこのように理解していただくともう間違いないと思います一方、任意代理の方は今回はちょっとあの解説長くなりますので省略させていただきました、まあ、こういったところもちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですね で私自身あなたと同じように表とかって覚えてないんですよ。でも考え方が分かっているからその表っていうのはいつでも書くことができます。考え方が分かればつまり理解できれば答えを導くことができるということなんですね。 で、個別指導の受講者さんについては、合格テキストの P22 を使ってえ理解していただければと思います。考え方、覚え方、この部分に記載しております。で、今回の問題、任意代理についての問題ですが、まあ、法定代理の場合の方、こちらも間違いやすいので、出題される可能性も高いです。しっかり比較して頭に入れておきましょう。で、問いにですね、 A 所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。まあ、これ今回あの記述式になっておりますけれども、まあ、これもね、あの記述式で出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。で答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。 で本誌は発祝規制の一つである手付金等保全措置のルールなんですね手付金等保全措置では対象となるのは手付金や中間金などを引き渡しをするまでに受領するお金すべてが対象になってきますつまり、まあ、中間金受け取るっていうのであれば中間金も保全措置の対象だよってことですねで今回完成宅地って問題文に書いてあったんですけどもこれは完成物件ですね 造成工事が終わった宅地土地のことなので完成物件ですで完成物件の場合代金の10%えもしくは1000万円を超えて受領する場合受領前に保全をしなければなりませんで今回10%ということは1200万円の完成宅地なので1200万円の10%って120万円ですよねだから120万円を超えて受領する場合は受領するまでに 手付金を保全しなななければならないんですね。つまり今回200万円の手付金受領するわけなのでこれを受領する前に200万円を保全しなければならないということになりますでちなみに完成物件の保全措置の方法なんですけどもえ保証委託契約、保証保険契約指定保管機関による保管のいずれかこの3つのいずれかですねこの保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょう でさらに、えー、本文で重要なことっていうのは、手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですね。ちょっとここまで、えー、解説すると話長くなりますので、えー、この点については個別指導で解説していきます。しっかり考え方を頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。中止区域または監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで、えー、土地売買等の、えー、契約を締結した場合、当該契約は無効である、丸か×かという問題ですね。 で、答えはツです。無効ではなくて有効なんですね。中止区域または監視区域に所在する土地について、え事前届出をしないでえ土地の売買契約を締結した場合、届出しなかったとしても契約は有効なんですね。ただ、え罰則の適用はありますえ。6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。 で、今回は、まあ、中止区域とか監視区域なんで、まあ、事前届け出の話なんですが、中止区域や監視区域じゃない土地の場合、事後届け出が必要な場合ってありますね。で、事後届け出が必要な場合も一緒です。届け出をしなかったとしても契約は有効です。ただ、届け出をしなかったことによる罰則の適用はあります。なので、この点も合わせて頭に入れておきましょう。え、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。レトスの小野でした。